第16回参議院議員通常選挙は1992年7月26日に日本で行われた国会議員の選挙である宮沢内閣の初の国政選挙であった。前回の参議院議員選挙で自民党は36議席と惨敗し大きく議席を減少させていたことから比較第一党の維持が焦点であった。同年に入り、 宮沢派事務総長であった安倍文雄、元北海道開発庁長官の逮捕や佐川急便事件などの影響で内閣支持率は20から30%台に低迷し不支持率が大きく上回る状態が続いていたが竹下派の尽力もあって政権は PKO 国会を乗り切っていたその直後のタイミングであり PKO 協力法が大きな争点となったさらに 決闘直後の日本新党がどれだけ議席を伸ばすかにも注目が集まった。選挙の結果、自民党は69議席を獲得して、党勢の復調ぶりを見せ、第一党の座を維持したが、単独で参議院の過半数を制するには至らなかった。一方で、直近の参院選、衆院選で躍進していた日本社会党は大きく、議席を減少させた。また、 前回参院選で大きく躍進した連合の会は一人も当選させられなかった。社会党停滞の原因の一つに PKO 協力法に反対する社会党、社会民主連合と賛成する公明党、民社党、連合の会の間で対立が激化し選挙協力が進まなかったことがある。東京都選挙区では PKO 協力法賛成を公然と掲げる森田、検索賀社、民、連、連合四党派の推薦候補となったが、森田の政策、政治姿勢に反対する、社会党支持者は弁護士の内田正俊氏を支援した。広島県選挙区でも、連合の会に反発した、社会党左派を中心に、国権、広島の会が結成され、後に新社会党委員長となる、栗原紀美子を擁立。 当選させている。この選挙からおよそ1年後に自民党は衆議院で単独過半数を失い日本新党代表の細川森博を首相とする内閣が成立したことで自民党は結成から初めて野党となり38年間に及ぶ55年体制は崩壊した。宮沢内閣当日有権者数 9325万4025名自民党社会党、公明党共産党民社党所派無所属補欠選挙、当自民党社会党公明党日本、新党共産党民社党スポーツ平和党、第二院クラブ繰り上げ当選関連項目。ありがとうございます。